ロさん、いるなら玄関まで来てちょうだい、だってば。私はいません。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトン時刻は2023年2月21日火曜日の午後1時19分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。遊びに来られたお客様にアイラトンの魅力がしっかり伝わると良いですね。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あれやな、キャンプサイトに誰か来とるのめちゃくちゃ久しぶりじゃない？びっくりした。めっちゃ今人間が歩きよんかと思ってビビったんやけど。アイラさん、こうやってお話しするの久しぶりよね。あなたも何かと忙しそうな中話しかけてくれて嬉しいわ。素敵ね。昨日も話したんすけどね。あ、わーい、元気だぞ。話しに来たよ。僕お散歩大好きなんだ。だって空気が美味しくてすっごい気持ちいいんだもん。だぞ。あ、ヒュージ君はちゃんと反応する。あ、昨日話してなかったんやっけ。見かけただけかな。そうかもしれない。よう、アイラちゃんか。久しぶり。なんかから。なんか、おばちゃんみたいな格好しとるね。で、そのバッグも、なんかそんな感じ。なんかしばらく会わない間に体が締まってないか？さてはお前、オイラに内緒でトレーニングしてたんだろう。くそー、抜け駆けはずるいぞ。さ、ケイトさん、久しぶりにやろう。あら、エロさん、こんにちは。今日もデザイナー修行のため、お邪魔させてもらってます。よければまた、いつものようにコーディネートを見せてほしいんです。なんか今日騒がしくない周り。今回見せてほしいのはパーティーコーデです。もし華やかなパーティーに行くとしたら、どんな格好がいいか。そんなイメージでコーディネートしてみてください。参考用として、パーティーのイメージな服をお渡ししておきますね。うんうん。ドレス？レトロなコートです。レトロなコート、私の中ではこれがパーティーのイメージなんですが、どうぞアイラさんのセンスで自由にコーディネートしてみてください。私はここにおりますんで、よろしくお願いします。こう、ちょ、一旦着させて。はあ、なんか色味的には変わり映えねえな。丈が長くなりましたぐらいな感じ。あった、自分家にあるやつでちょっとやってみよっか。パーティーコーデね。私にはめちゃくちゃ普段着に見えるんだが。木製クローゼットで着替えようかな。着替えましょう。それじゃあ、パーティーコーデ、パーティーコーデ。ま、やっぱパーティーやけん、華やかなパーティーやろ？セニョリータなドレス。いや、ま、一般的なパーティーで言えばね、こんな感じなんかもしれんけど。ちょっとフォーマルな感じね。どうかな？パーティー。なんかね、こう、現実的じゃない、架空の世界とかで言ったらやっぱなんか、こういうイメージやん。あ、こう、あ、これぐらいやったら、あれやね。これぐらいやったらあれじゃない？パーティー。あ、これで行こっかな。かわいいやん。で、どうしようか。頭。あ、これでいいんじゃない？マーメイドのティアラ。え、どうかな？ふふ。と、違うな。それは違うな。まあ、この辺とか。あ、これでいいんじゃない？エレガントな帽子。どうかな？どうかな？でもこれなんか黒い帽子が合いそうな気するよね。白じゃなくて、これの黒版があればよかったんやけど。まあ、ティアラにするか。ティアラで、で、足元が、まあ、パンプス。で、この辺が、まあ、パーティーバッグよね。こんな感じか？うん、まあ、これでいいんじゃないかな。どうすか？ちょ、髪色変えてこう。なんか来たんですけど。シャンティが来たんですけど。勝手に人ん家に入ってこないでくれるかな。アイラさん、いるなら玄関まで来てちょうだい、だってば。私はいません。
星の姿見でイメチェンしようかな。しようしよう。あ、あれないよね。あの、なに？模様替えはできんけど、髪は変えれるんや。へぇー。ちょっとパーマ当てるぐらいの感じ。長い方がいいかな。あ、こういうアップスタイルでもいいよね。あ、ワンレンとかでもなんかおしゃれになりそう。どうかな。違うな。まあ、どうだろう。悩むな。これでいっか、髪。んで、なんかちょっと全体的にピンクピンク。まあ、色の強弱はあるけんいいんやけど。あ、これぐらいかな、しっくりくるの。よし。逆になんかこのティアラでチャチー感が出とる気がするな。あら、いないのかしら。それじゃあ帰りましょう、だってば。ごめんね。ティアラいらんかもしれんな。さあ、キートさん。え、寒。絶対寒いやん。今、息めっちゃ白かったよ。うわぁ、自殺行為。はい、こんな感じで。着替えてきてくれはったんですね。そのコーディネート、もう見せてもらっていいかしら。オッケー。ありがとうございます。早速見せてもらいますね。ふんふん。なるほど。どうすか？まあ、こんなに完璧なコーディネートは見たことがありません。身につけているアイテム一つ一つがパーティーというイメージを形作っていて、素晴らしいです。ほんまにあやさんは抜群のセンスをお持ちですね。さすがです。お気に。お礼の仕立て屋クーポンは後でお家に送っておきますね。ぜひ今度使ってください。あとこれもどうぞ。私がデザインしたものなんですよ。気に入ってもらえたら嬉しいです。あら、帽子。ケイトの帽子です。これも私が手掛けているブランドのアイテムなんですよ。ぜひもらってください。できたばかりの新作なんですよ。今後仕立て屋に並ぶようになると思うので、よかったらまた見てくださいね。いつもほんまにありがとうございます。また来るときもよろしくお願いしますね。いや、こちらこそいつも仕立て屋クーポン助かってます。お、なんかあれなんやね。キャップじゃなかったんや。普通にキャップの帽子やと思ったのに。でも色がな、あれで黒やったら完璧やった。紫はちょっと今の格好には微妙なんですよ。で、久々のキャンプサイト。え、シャンティあんなところにおる。上になんかおる。待って、殺して。さあ、誰かしら。お、どうも、タケルくん。よ、お邪魔してるぞ。オイラはタケル。小鹿最強の男だ。小鹿最強かわいい。小鹿限定ね。今日はこの島に武者修行を兼ねてキャンプに来たんだ。短い間だけどよろしくな、ならね。なら。鹿だからね。この島ってインターバルトレーニングにぴったりな気がするんだよな。何？インターバルトレーニングって。スピードの速さをこまめに変えても安定したフォームで走り込めそうだし、筋トレに持ってこいだぞ、ならね。タケルくんはちょっといいかな。あ、それに今出て行きたいっていう子もおらんし。ま、筋トレに大事なのは場所や地形じゃなくて、トレーニングの中身だもんな。もっといろんなところで修行して、自分にぴったりの場所を探すとするか、ならね。頑張ってね。何かしらゲームしないでね。テントってさ、居心地はいまいちっぽく見えるけど、この狭い空間がいいんだよな。まあ、オイラは基本、腕立てと腹筋ができるスペースさえあれば、どこでもやっていけるけどな、ならね。私、キャンプとかしたことないけんさ、テント、楽しそうやなって思うんやけど、あれって、下ゴツゴツせんの、なんか引くん。なんかその時点でちょっとよくわからんねんけど。なあなあ、今からオイラとゲームしないか？お、来た来た。もしお前が勝ったら、ラウンドサングラスをやるぞ。どうだ？ならね。いいよ。お、なんか曲が。おし、じゃあ早速始めるとするか。めっちゃレトロな感じになった。ルールの説明聞くか？ならね。お願いします。じゃあ説明するぞ。ああ、なるほど、なるほど。オッケー、オッケー。それね、予想するやつ。ラウンドサングラス。今の格好にサングラス合うんやないか。よし、引いたぞ。このカードはハート、ダイヤ。
スペード、クローバーのうちのどれかズバッと予想してくれ、ならね。スペード。さて、勝ち星をあげるのはどっちだ？ハートか。残念、外れた。この勝負、オイラの勝ちだ。惜しかったな。まあ勝負は時の運って言うから、またチャレンジしてくれよな。いつでも受けて立つぞ、ならね。とりあえず一回勝つまでなんかやらせてよ。テントを立てるときは地面にしっかり固定しないといけないから、結構力仕事なんだ。次の日は筋トレなしで漏れなく筋肉痛だから、最高のレジャーだぞ、ならね。なんか、ねえ、要は地面にさ、あのペラペラのテントの布一枚なイメージやけん。痛くないん？寝るのとか、寝袋とかやし。違う土地の空気ってなんか美味しい気がするぞ。スーハー、スーハー。でもテントとか鎌倉ってめっちゃ憧れるんやけど。へへ、体の中にアイナ島の空気を溜め込んでいっぱい持って帰るぞ。ならね。かわいい。この島の浜辺って走りやすそうでランニングにちょうどいいな。浜辺は漏れなく走りにくいんじゃないの？なんか足持ってかれそう。ここでトレーニングに励めば、スノーボードの一流選手になれる気がするぞ。ならね。スノーボードやってるの君。頑張ってね。おう、筋トレに場所なんて関係ないもんな。おいら頑張るよ。ならね。ここってほんといいところだな。おいら気に入っちゃったぞ。呼べ予感がすげえ。お前っていう新しいライバルとも出会えたし、ずっとここで筋トレしていたい気分だよ。ならね。冷たい。次に会うまでにはオイラもっと強くなってるからな。楽しみにしてるよ。ならね。これってさ、同じ子がキャンプにやってくることはあるの？何回も。キャンプみたいなストイックな環境で自分の限界に挑みたいんだ。あえて不便な生活すると普段使わない筋肉も使えそうだろう。ならね。いやーでもなー、どうなんやろうねー。まだそこまでの境地に至ってないんよね。不便な環境に行きたいみたいな。はい、オッケーです。赤か黒か。赤。さて、勝ち星をあげるのはどっちだ？二択でも負ける。くそー。赤か黒か。次こそ赤。さあ、どうや。はい、来たー。イエーイ。赤いからおめでとう、大当たりだ。しょうがない、約束通りオイラのアイロンをやるぞ。あざーす。今回はお前の勝ちだけど、次は負けないからな。また遊んでくれ、ならね。ありがとう。何かしらもぎ取っていくまでやめんやつ。よしよし。せっかくね、うちの島に来てくれて、この島いいなって言ってくれよる観光客に対して、お、ハンナちゃんが、待って、ハンナちゃん、上がれる場所ここか、だいぶ遠いじゃねえか。ハンナちゃんがなんか思い悩みおった、出て行きたいとか言うんじゃねえだろうな、やめてよ、ハンナちゃん。あのさ、あれな、実はうち近いうちにこの島から出ていくつもりなんだ。ここはすごく居心地がいいんだけど、そろそろ新しい出会いを求めて冒険するのもありかなってね。だってね、君は違う、言っちゃやだ、危ねえ、元気で寝てしおった。おやおや、そんな風に言ってくれるなんて、あんた情に熱いんだね。引き止めてくれてどうもありがとう。あんたにそう言われたんじゃこのまま出ていくなんてできないよ。引っ越しは当分お預けだ。だってね。はあ、よかった。一瞬ね、まだハンナちゃんの姿が見えてないときは、あのなんかモヤモヤだけ先に見えとったけん、お、ちょうどよくって思ったけど、まあでも別にそんなにタケル君欲しいとも思ってなかったけんな。ちょっと言い方あれやけど、そんなに別に欲しい子ではないけん、まあいいやけど。でも出ていくとしたらあれなんですよ、まあまず第一に一徹が来るよねっていう。待って、止まれよ。ほい、ということで、じゃあ、動き出さないで。止まってくれよ。え、斜めじゃないと止まらねえパターンか、また。くっ。じゃあ、これで行くわ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さあ、久々にキャンプサイトに来たけんの可愛い子かなって思ったけど、たけるくん別に嫌っていうわけじゃないけど、私的には微妙なんよね。てかそのうち、この自然な感じでみとりちゃんが来てくれることを期待したんやけど、なかなか来んね。